寺島屋敷がお送りする。あのー、基礎完成英語っていう講座をね、今やってるんですよ。45回も。ね。未だに名前が飛ぶっていうね。えー、45回目でございます。さあ、行きましょう。今から教えるやつね、ネイティブスピーカー知らないんですよ。ね。で、そんなこと言う、そんな偉そうなこと言って何なんだって話かもしれないけど、最後まで聞いたら全てがわかるから、ね。 えー、途中の3分ぐらいで、うん、まあ、いっかとかそういうね、えー、ふざけたことしないで、最後まで聞いてみてください。すっきりするよ、最後まで聞いたら。知ってたこれ。英語って、一つの文章の中で、 どんだけ適当に喋っても、動詞の数マイナス接続詞関係詞の数を引き算すると、絶対1になるんですよ。そんなこと気にしたことないでしょ。I think that I'm the kind of person who does things at my own pace。今私は動詞を3回喋ったんです。接続詞と関係詞を2回喋ったんです。3-2は1です。ね。絶対そうなってるんです絶対2。で、 さっき言ったネイティブスピーカーはそんなこと気にしてるわけないじゃんええっと、計算式で動詞が3つあってと考えてるわけないじゃんでも、ネイティブに自然に喋らせると、なってるんです。だって、くだらないこといいよ。I have a pen. 動詞は1個。接続詞と関係詞は0個。1-0は1。でしょ絶対そうなってるの。なってるものはなってるの。で、ここから注意点がいろいろあります。まず1個目。2と、 イングは動詞には数えません。なぜか。いや、そんなのう簡単ですよ。だってさ、なぜかって言われてもさ、あなたたち。これ to ついてるけど、これ動詞違うじゃん。S じゃん、これ。ねこの to がついた to study 動詞じゃないでしょ to ついたら動詞に数えちゃダメよ。ing もまあ同じだけど、 ノートは作っとこうかね ?ING 語動詞じゃないな主語だなだから、t うと ing は動詞には数えない状態で、この計算式は成り立ってるんです。先ほど私は、最後まで聞くといろんなことがわかるから、今日は絶対最後まで、今日も、も、も、えー、最後まで見てくださいと言いましたが、これちょっとお話ししますね。この後、実践問題、一瞬だけ映してもらいます、トン。 ちょっと嫌な感じするでしょこういう問題好きじゃないよね一発で解けますから後で教えます。はい、ポン。でね、今、まず話したいのはね、ネイティブスピーカーは何の気なしに喋ってても、結局この計算式のように喋ってるんですよ。でもね、複雑な文を書こうとすると、ネイティブも結構間違えるんですよ。私ね、何度も現場目撃したことあるんですけど、留学中に、ネイティブスピーカーの超お偉いさん、まあイメージでいうと50何歳のもう教授がいるんですよ。で、 ま、こっちでエッセイライティングっていう授業だったんだけど、まあ、エッセイを書くライ、ね、授業があったんですエッセイライティングっていうのがあったんだけど、まあ、簡単に言うと小論文みたいなもんですよ。そういう授業があって、ネイティブスピーカーみんなばーいるんですよ。ね ?19 歳、20歳のネイティブですよ。で、僕がその中で混じってたんですよ。で、何度も見たよ。で、学生がね、はい、できましたーって先生のとこ持ってくるわけ。で、先生が、お偉い先生がもう文章の達人ですよ。小論文の先生みたいなのを思い浮かべて、チェックするわけですよ。ねそうすると、聞くんですよ。 How many words did you write? お前今どうしてこれ何個書いてあるなんかその子が5とか言うわけですよ。ね。で、これね。関係者は relatives とか言うんだけど、まあまあその関係者は何個書いたのとか言ってね。で、なんとかとか言うわけですよ。ね。calculation、計算合ってると思うごめんなさい。つって帰っていくるんですよ。だから、ネイティブスピーカーは自然とこれは守って喋ってるんです。まずは。 なんだけど、かしこまってしっかり書こうとすると、一生懸命いろんなこと考え、みんなもそうじゃん。日本語考えるときに、日本語小論文で書くと、辻つま合ってないときたまにあるんだろう <laughs> ね。で、小論文が書くのが下手な人と論文書くのが上手い人と下手な人いるじゃないですか。で、アメリカ人とかイギリス人とかでも、一生懸命難しい部分書こうとすると、ミスるんですよ。だけど、この計算式が成り立ってないと正しくないんですよ。だから、皆さんが相手にするような、 例えば新聞雑誌を読んでいく実践的な話もそうねからええ統一クトフル英検みたいな問題もそうそれからえー、大学入試問題ももちろんそう誰が書いてる文章ですか1920の人が書いたネイティブスピーカーの201920の書いた文章載ると思ういや乗らないよプロだよライターのプロが書いた文章守られてるからちゃんとで仮にこれが外れた場合は何か意図があるんですよ わざと計算式を外すことによって強調するっていうのはあるんだけど、それをここで教えてしまうとやりすぎになるから、ちょっと一回止めますね。じゃあ、ちょっと問題行ってみましょう。はい、お願いします。この問題を今時にかかりたいんですけど、まずね、この文章が素直にすべて読めたとします。あ、ちょっと、あの、しばらくちょっと見てごらん。はい。で、まあ、読めたとします。読めたら普通に答え取ってください。 今もしかしたら一瞬、はい。ストップしてさ、解いた人は、あ、意味わかるし、解けたわって思った人は全然それでいいです。全然それでいいです。ただ、一応この文がよくわかんなかったと仮にします。本当だったら、えー、これが主語で書かれていいよ。これが主語でこうなってて、こういつも通りこう文型をこうやって取っていいよ。なんだけど、まあ、取ったところで、ちょっとこれ何言ってんだよ、くわかんねえなって仮に思ったとします。その時の必殺技とは言わないよ。 必殺技とは言わないけど、ちょっと考えてみましょう。いきますよ。こっから文始まってます。ちょっとこの辺ごめんなさい。こっから文始まってます。tell、動詞ありました。あとは、ここに that があるの a t ね。これ接続詞ありましたね。それから、皆さんは、これが動詞だと思いましたか思わない。つまり動詞じゃないよね。ね。で、そんなこと言っ先生。 キャリーが動詞ではないって今言いましたけど、キャリーは私は動詞でしか知りませんっていう人。その人は私の話を何にも聞いてない人です。聞いてないね。だって私こう言ったんですよ。はい、こっち。t ゥがついたら、動詞に数えないでねこれ、どの選択肢取ったって最後 t ゥじゃん。ここに入れるんでしょってことは、絶対ここ最後 t ゥなんでしょじゃあ t ゥついたじゃん。 数えちゃダメだこれは動詞じゃないでハイヤーオーダーコグニティブアクティビティーズ especially of such functions as analysis, s y n t h we need が動詞ですねさて2-1はせーの1ですということはこれ以上もう動詞いらないんですもしここに動詞入れてごらん 三く一。なっちゃうでしょはい。can try 動詞ダメ。can plan 動詞ダメ。二個終わったじゃん。ねもうこれ以上動詞いらんい。これ入れちゃったら、もう三く一になっちゃう。この段階で二く一で終わってんだから。two は動詞に数えない。一をよさげ。これは、that の後ろに、もし the reason ってやっちゃったら絶対主語になっちゃうから、この the reason に対する v が足りなくなっちゃう。 形上これしかない。ちなみにこれするためにのるです。何々するために。だからなんかできるようになるためにここは投げんだよ、この。ここから、何々できるようになるためには、私たちは言語が必要ですっていう文章。ここで皆さんはこう思ったはずです。言ってることは分かりましたと。ただ、動詞の数,数数えるんすかって思ったと思います。ね。で、私はこの授業をした後に必ず、 一定数の批判を受けます。ね。アホかと。何動詞数えてんだと。ね。英語、リスニングしてるときに動詞数えんのかと。ね。私数えてません別に。ね。書くときも一切数えてません。ね。じゃあなんで教えたか。理由があります。確っこたる理由があります。それはね。問題解いていて、この文章難しいなって思ったときで、選択肢を見たら、動詞のやつと、 動詞じゃないやつが混ざってる時。この時に一回立ち止まって、あ、そういえば、引き算すると1って言ってたのってやったら、どっちかが切れるじゃん。二択で。それで使ってって言ってんの。もう一回行くよ。文が難しくて何言ってんだろうこれって思った時で、選択肢見たら全部動詞だったら関係ないよ。動詞のやつが2個あって、動詞じゃないやつが2個あるから、計算式やったらどっちか消えるじゃん。その時だけ一回立ち止まって、数えてごらんよ。あ これないなってできるでしょって話してるい,いつも使いましょうなんて言ってないのじゃ行きましょう二つ目の中はこれです選択肢に動詞が入っているそしたら納得するでしょ 常に動詞の数数えなさいなんて言ってないんだから私は。最後に復習してください。ポイント44番の1番の問題。この時に2つの選択肢を私は無視をしたんです。45でやるからねって言ったんです。それを今聞いてください。計算式が合わないんですよ。残りの2つ。復習してごらん。44番見てごらん。問題の括弧1番の問題で。はい、最初からこの選択肢とこの選択肢2択で勝負するよ。この2つは今考えないよ。なんでかって言うと45で教えるからね。 あの時、動詞が2個あったんだけど、他の2つの選択肢は、接続詞と関係詞が0個だったんです。2-0だからそもそも論外だったんです。っていうお話でした。意外だったかもしれないし、ネイティブ絶対知らないです。ね、ネイティブスピーカーに引き算したら1だよねって言ったら、はって言われると思います。でも、無意識に使われてる形なので、しっかりとマスターしてください。ザルビアフォートダイここまでのお相手は寺島よしでした。